TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は11月11日、1が4本でベースの弦も4本ということで、ベースの日、これは亀田誠治さんがもうオフィシャルにしちゃったんでね、ベースの日っていうのをちゃんと登録しまして、2014年から、11月11日はベースの日。他にもいろいろあるんだよね。お箸の日だったりとか、まあいろいろあるのよ。で、私もあのベースは14の時から弾いていまして、なんでベースなのかというと、10歳の時にギターを習いたいって言って父親に頼んだら、父親がクラシックギター、すごいネックのぶっといやつで全然弦を抑えられなくて、コードも抑えられない、音汚い。でもあのそれでも全然興味薄れちゃったんだけど、でもやっぱりロック好きになってバンドやりたいなと思って、でベースにしました。なぜかというと弦が少ない、4本、これだったら弾けるだろう、コードも覚えなくていい、最初の単音ボン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 弾いてりゃいいみたいな、そんなとこから始まりましたけどね。でも面白いですよ、やっぱりベースは。いろんな、あの楽器はそうだよね、いろんな奏法があるからね。打楽器にもなるし、あとはメロディー楽器にもなるし、ちょうどその間を担っているところが面白いし、うん、ね、あの、スラップ、まあ、あの、チョッパーって言わないでください。チョッパーって言うと、とてもかっこ悪い印象がありますね。チョッパーベース?絶対言っちゃダメです。口が裂けても。チョッパーはかっこ悪いです。ぶっちゃけ。はい、ということで TOKYO HOT 100ベースの日のトップ5はこんな感じです。5位は The 1975 It's Not Living If It's Not With You、 オンエア好調で先週24位からトップ5入り。4位はオフィシャルヒゲダンディズム Stand By You、 トップ返り咲きならず、先週2位から痛恨の2ポイントダウン。3位はアンダーソン・パークフィーチャリングケンドリック・ラマー Tense、 オンエアは好調ですが順位は先週と変わらず。2位は米津玄師フラミンゴ、オンエアシングルセールズ YouTube ポイントも加算され、先週10位から一気にトップ目前。では最新の TOKYO HOT 100、てっぺんにいるのはあいみょんです。2連覇達成中、あいみょん、オンエアリクエストサブスクバランスよくポイントをゲット、あいみょん、今夜このまま2週連続ナンバーワン、あいみょん。はい、いかがだったでしょうか。次回の TOKYO HOT 100は11月18日、この日は家の日だそうです。いい家で8から来たのかな、家の日。この日はゲストに踊ると彩香が登場してくれますので、聞いてくれやで。変だな。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100